シルク博物館は神奈川県横浜市中区山下町のシルクセンター内にあるギートや絹織物など絹をテーマにした博物館である。横浜港開港100周年事業として内山岩太郎神奈川県知事の発案によりシルクセンター構想が持ち上がった。その中でも日本国外からの観光客に日本の絹製品を PR しギートの輸出拡大を目指した。 絹の博物館に重点が置かれた。博物館設立準備委員会には、内山知事の他東京国立博物館学芸部長、神奈川県立近代美術館館長、美術評論家の肘方定一らが委員として参加した。シルクセンターは1958年11月に部分開館。1959年3月12日に全面開館するとともに、 シルク博物館もオープンした。その頃から豪華客船の乗客には京都、奈良や日光などが人気になり、航空機の利用客の増加もあり横浜の外国人、観光客は減少していった。1969年には開館10周年を機にリニューアルし、自然科学系の展示を拡充するとともに安田修三郎による絹と乙女像が入り口前に設置され、 周囲には、クワが植えられた。1970年からは公募展、全国染色作品展が開催されている。1971年には、博物館法に基づく、博物館相当施設として、指定を受け、1973年には、学芸員有資格者の人数等の条件が整った、ことから、登録博物館となった。1999年には、 開館40周年を機に大幅なリニューアルが行われた。2012年には市内の小学校4年生の児童のデザインによるオリジナルキャラクター、マユルンが登場。2017年6月25日には来館200万人達成記念セレモニーが行われた。シルク博物館はシルクセンターの2階と3階にあり、2階前半の不思議ファームコーナーでは、 養産や紡績、染色に関する展示のほか、通年にわたり海古を飼育しており、糸くりや旗織りの体験ができる。2回後半の調べライブラリーコーナーでは、横浜港とキート貿易の関わり、暮らしの身近にあるシルク、絹の最新技術などに関する展示がある。3回のシルクの歩みコーナーでは、日本及び世界各地の絹を使った、 時代風俗衣装や民族衣装が展示されている。常設展のほか、春と秋に特別展、夏休みには児童向けの解雇教室が開催される。2階のミュージアムショップでは、横浜スカーフをはじめとする、絹製品や解雇をかたどった菓子なども販売されている。開館時間は午前9時30分午後5時、休館日は月曜日と年末年始。 神奈川県横浜市中区山下町一番地シルクセンター2階、横浜高速鉄道港未来線日本大通駅、から徒歩3分 JR 根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン、館内駅から徒歩15分、横浜市営バス、大山橋入口から徒歩2分、山下公園の西端の出口から徒歩3分。ありがとうございます。